やばいやばい、時刻間違えてました。ということで、今回は JR 東日本常磐線で運転手さんのある勘違いのもとで列車が2本ラッシュ時に運休してしまうという事態が発生いたしました。こちら詳しく取り上げていきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。運転士が時刻勘違い、常磐線出発遅れ2本運休、茨城土浦ということで、ニュースにも上がってしまっております。 JR 水戸支社は3月10日常磐線で同日の夕方、運転士が出区の時刻を勘違いし、列車が出発できず一部列車が運休したと発表、謝罪したということです。水戸支社によると、3月10日の午後4時ごろ、茨城県土浦市の土浦運輸区、車庫からですね、通常土浦駅にこう入線して、土浦発品川行きとして運転する列車、この列車が時刻通りに、車庫から出てこないのに、水戸支社が気づいたということです。で、この列車に乗車予定だった約280人は午後4時28分発、16時28分発の後続の上野行きに乗車したということです。最初に出発できなかった列車は車両点検を行い、21分遅れの16時31分に土浦駅を出発したということです。ということで、最初発車が遅れたのは16時10分発の電車ということですね。この影響で上下2本が運休し、約1400人の足が乱れたということですけど、ちょっと土浦駅の時刻ですね、今見ていきたいと思います。16時台というと、16時10分が土浦市発の品川駅ですね。で、これが車庫から出てこないことに気づいたと。で、この列車は運休せずに16時28分上野行きの約3分後に出発させたということです。で、2本運休したってことなので、16時41分の電車ですかねと、その折り返しの電車の合計2本が運休をしたという感じだと思いますけれども、いやー、ちょっと意外だったのはですね、車庫から出す前に、なんか水戸支社と運転士さんの間で、このあと出区ですが大丈夫ですかとか、なんか点呼みたいのがあるのかなってちょっと個人的に思ってたんですけど、この感じを聞くと全くそういったことがないのかなっていう感じですよね。車庫から出てないことに気づいた、車両の位置情報っていうのは水戸支社の方で確認ができるので、本来動くべき列車が動いてないと、水戸支社が気づいて、運転手さんに多分連絡を取って、で、その後車両点検とかをして遅れて出発させたっていう感じだと思うんですけれども、多分事前の点呼とかがあれば、検温とかそういったのをやってると思うんですけれども、事前にこの後出庫ですけど大丈夫ですかとか、そういったのがあれば多分防げた内容なんじゃないかなと思います。で、しかも16時台というと、上り電車はそんなに混まないんですけれども、その折り返しの電車っていうのがもう完全に品川発だとラッシュの時間帯ですよね。で、そのラッシュの時間帯に品川から出発する下り電車が運休してしまうとなると、ちょっとかなりですね、影響が大きいんじゃないかなという感じです。1400人の足が乱れたっていうことですので、さっき上り電車だいたい280人乗車するっていう感じだったと思うんで、1列車300人と考えても、4本5本分のお客さんの足が乱れてしまったっていう感じだと思います。ぜひ再発防止策練っていただきたいなと思います。最近ちょっと JR 東日本でこういった、ちょっとしたトラブル、大きな事故とかではないんですけど、運転士が不在だったりとか、何か勘違いをしたとか、停車駅の通過も、過去ありましたよね。牛久駅
通過だと思ったら停車だったとか、でオーバーランして気づいたとか、でまあオーバーランとかですとやっぱり踏切が近くにあったりすると簡単に戻れなかったり、指令に連絡を取ったりする関係で、後続の普通電車とか、あと待ち合わせする普通電車にも遅れが出て、結局それが、上りだとしたら下り電車にも波及して、で接続を取ることで他の路線にも影響してっていう感じになってくるかと思うんですけど、まあ、ちょっとしたミスで他の路線にも影響が出てしまったりとかしますんで、特にラッシュ時、まあ、品川行きとかの電車ですと東海道線とかにも影響したりしますんで、まあ、ぜひ再発防止策練っていただきたいなと思います。まあ、確かに今回ですね、運転手さんが勘違いしちゃったっていうのは、まあ、まずいお話なんですけど、まあ、ただですね、人間なんでミスはすることはあると思うんですね。でそれを、まあ、ある程度防ぐために、ダブルチェック、二重チェックとか、点呼とかそういったのが存在するんだと思うんで、鉄道会社によってはその、まあ、睡眠を取った後の出発の際には、その運転士に、まあ、起きてるかの気象の確認も含めてですね、連絡を取ったりとかする会社もありますので、まあ、ちょっと手間ではあるんですけど、運転士が勘違いしたことで、上りだけじゃなくて下り線にも今回影響してますので、ちょっとそういった手間をですね1個2個増やすことで、まあ、そういった影響が減らせるのであれば、ぜひそういったことをしてほしいなと思います。ちなみに、17時48分品川発の、電車が、まあ、本来、発車する折り返しの予定だったそうなんですけど、その電車が、品川駅の電光掲示板には一切表示がないという感じだったということですので、まあ、多分運休したのはその電車だと思います。ちょうどあの社員の方とかですね、会社員の方がだいたい17時とか18時に仕事が終わるっていうことが多いと思うんで、まあ、その時間帯の列車っていうのが運休してしまうとかなり影響大きいんじゃないかなというふうに思います。あとは、まあ、なんで車両点検が入ったのかっていうのはちょっと不思議ですけど、まあ、JR 東日本の運行情報には車両点検っていうふうに最初表示が出てたんですけど、その後乗務員不在っていうふうになってましたね。で乗務員不在っていうのを見た時に、一般の方だとあれなんでだろうっていうふうになると思います。ぜひこういったことが二度と起こらないようにしてほしいなと思います。この動画が役に立ったらいいなと思った方、チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォローよろしくお願いします。ご乗車ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. 扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。